フライングスパーは、イギリスのベントレーによって、製造、販売されている高級セダン。2013年2月、ジュネーブモーターショーで発表された。社名は、コンチネンタルが外れ、ベントレーフライングスパーとなった。エンジンは、先代と同じく6リッター W12 ツインターボで、最高出力は 625PS、最大トルクは 81.6Kgm。 2013年6月、日本市場で発表された。デリバリーは2013年の秋以降となる。2014年5月30日、V8 エンジンを搭載した、フライングスパー V8 が発表された。エンジンは、コンチネンタル GTV8 に搭載されるものと同じもので、最高出力は 507PS。 最大トルクは 67.3kgm。2018年2月1日、特別使用者、ストラトゥスエディションバイマリナーが発表された。限定20台。2019年6月11日、発表された。エンジンは、W12 型の6リッターツインターボエンジンで、最高出力は 635PS。最大トルクは900ナノメートル。駆動方式は、 電子制御式、マルチプレート 4WD、通常走行時には後輪を駆動し、路面状況の変化や後輪のスリップを検知すると、自動的に前輪にも駆動力を分配する。プラットフォームはポルシェが開発した MSB、トランスミッションは発足 DCT を採用。また、4輪操打システムも採用。ヘッドライトもマトリックス LED システムを標準装備し、 グリル上部にデザインを刷新したフライングビーマスコットを据え付けている。インテリアはダッシュボード中央の回転するスクリーンは新型コンチネンタル GT から引き続き採用。またドアトリムには自動車用として世界初の 3D テクスチャーのダイヤモンドキルティングレザーを採用している。2019年12月4日、日本市場での発売が発表された。 価格は2667万4000円。ベントレイフライングスパー。2013年6月7日閲覧。新型、ベントレイフライングスパー日本上陸。2013年6月7日閲覧。V8 エンジン搭載。フライングスパー、日本初公開、ニュース。ウェブクグ。2019年6月12日閲覧。モチーフは、騒音。 ベントレイフライングスパー V8S の限定車発売、ニュース。ウェブクグ、2019年6月12日閲覧。新型、ベントレイフライングスパーが、デビュー、ニュース。ウェブクグ、2019年6月11日閲覧。新型、ベントレイフライングスパー日本上陸2020年春に、デリバリー開始、ニュース。ウェブクグ、2019年12月5日閲覧。 ありがとうございます。